ツーの時ってさ、普通さ、こう行くじゃないですか。タイラさんでね、ツーやツーの時にね、ちゃんとね、おはようございます、しらさです。やいときで、本日はエグザイル高弘&ハラミちゃんで、もっと強くファーストテイクバージョンに私がリアクションしていきます。私はボイストレーナーのおしらっています。よろしくね。もっと強くってさ、本当にいい曲でさ、俺ね、一番最後のサビのね、頭の歌詞が好きなんですけど、そこまで一緒に行きましょう、皆さん。そしてさ、もうなんと我らがハラミちゃん、おしらさん、ハラミちゃんと一応コラボしてるんです。そっちもよかったら見てね、ハラミちゃんがさ、ファーストテイクで出てさ、しかも高弘さんとコラボするってもう本当に世界線がすごすぎるし、ハラミちゃんもすごすぎるし、もう今日は本当に楽しみなんです。もう本当に拳で行きましょう。さあ、リアクションスタート。さんってさ、言葉にこうなんか魂を込める力っていうのがめっちゃすごいなっていう風に個人的には思ってて、いつでもはさ、いつでもいつでも、もうほんといつでもっていうのをさ、多分心の底から思ってるから、いつでもいい、なんかこのいいのさ、このなんか長さにちょっと現れると思うのね。ちょっと聞いて、いくよ。いつでも人は悲しみを避けても、さも聞いて、避けてはとれ、避けてじゃなくて、避けてはとれ、避けて、避けて、すわけてって、発音的におっしゃってるんですけど、避けては通れないじゃない、避けては通れない、避けては通れない、ちょっと避けてもう一回聞いて。避けてはとれないけど、この後、ありふれた日常の中、幸せを見つけられるから、リーフリーフ、ちょっとエッジボイスをこうなんか下の方の音程として使って、リーフレーター日常の中っていう風な表現を使ってます。ちょっとも聞いてみて、ここリーフレーター日常の中、幸せを見つけられるから、ハラミちゃん、した心さえ少しずつ見えてきたね、誰かを愛せずにいた、そんな日々に終わりつけよう、今起きてる、今起きてる、ちょっとできない、お、なんか、いいは長いじゃん。で、いま、ま、ちっちゃいあの後、つがついて、まって、なんか、ちょっと、どんな、そう、今起きてる。繊細、すべてのこと、現実なんだって、受け止めてゆくんだ。希望さえも、希望の、木がもうさ、希望じゃないんだけど、希望さえも、なんか本当にさ、喋るように歌われますよね、高弘さんって。
とごめんなさいね。もうなんかさ、もうボーカル、ね、こんな、ボーカル的なことなんかどうでもいいんですよ。もう素敵な歌なんです。素敵な歌です。素敵なシンガーです。素敵な歌詞だし、もうなんか全部素敵なんでいいんですけど、裏声からさ、裏声から地声に戻る瞬間わかりました？噂の手にした、手にしたとかさ、地声に戻るんですけど、全然変わり目わかんないぐらいめっちゃ美しい。いくよ。なんかさ、もうあなたを待っているよ、じゃなくてさ、あなたを待っているよ、おー、なんだろう、これちょっと、途中から気持ちが前のめっちゃうみたいなさ、そういうのがさ、こうなんか途中からこう強くなってるの分かりますか、音が、ちょっと聞いて。おー、ちょっとこう、おえつみたいな、うわーって。あらびて。なんかちょっと普通に見ちゃってた普通に見ちゃってた忘れてた、今撮影中なのなんかっていう気持ちだった。今みんなも一緒だよね。次行こう。あの日見てた知ってた、ハラミちゃん。なんかさ、このさ、運命でさ、このさ、あの、ポップガードって言うんですか？ポップガードにさ、ぶつかっていくのさ、運命なら、運命。高弘さんが運命っていうワード、どういう気持ちで言ってるのかっていうのが、もう全部に現れてると思うのね。運命なら、軽いな、運命！宝くじの運命かよってなっちゃうでしょ？違うの。運命、ポーンってなるぐらい、ちょっと見て、これ。もう魂が、ビブラートっていうことになってるの分かりますか？途中からビブラートってことになってるんですよ。広がるよ。この急な英語の歌詞めっちゃ良くない？ I'm never gonna be afraid of anything from bottom of my heart。 もう私はどんなことも恐れない、今ここで誓うよ、 from bottom of my heart、 心の底から本心から誓うよ、何も恐れない、今よりも強くなる。なんかさ、俺さ、高弘さんのさ、ボーカル的なところでさ、好きなところがあってさ、今よりもっとつーや、つの時ってさ、普通さ、こういくじゃないですか。つーよーく、高弘さんでね、つーや、つの時にね、ちゃんとね、あの、あの口みたいにこうやって開いてさ、つーよーく、だからね、つでね、音が減衰しないの、弱くなんないの、ちょっと聞いて。強くのつー見て。今よりもっとつーよーく、わかる？特殊なの、これすごい。
ぱさ、裏声の時のさ、あのなんか歌詞の滑舌異常だと思うんだよね。裏声ってさ、何言ってるか分かんなくなるわけ、普通。やがて、いつの日にかってさ、母音も曖昧になっちゃうし、子音も立てづらいし、裏声の時の滑舌ってめっちゃむずいんですけど、TAKAHIROさんのね、裏声の滑舌ってね、本当にね、本当にね、本当に本当に本当って感じなの。わかる？背負わなくていい、ただ生きよう。もうこの歌詞に尽きるんですよ、この曲は。ごめんなさい、こんなところで止めて。なんかもうブワーって TAKAHIRO さんのオーラをなんか今マイクを通して耳に全部浴びちゃった感じ。ふわー、ちょっと私だとなんか違うんですけど、ごめんなさい。わかる？ふわー、何それ。ありがとうございました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 。